試しにエネオスがやってる EV の実証実験を使ってみようかと思って来ました。どうすればいいんだ？まずはステップ。来ました。580-4433、こいつか。はい。で、レンタルを開始する。わかんねっす。これ。この車ですね。レンタル開始。ドアロック解錠中。あ、解錠されたっぽい。ドアロックが、開いてる。で、荷物を置いて、で、この前に置いてるやつは、どかしゃいいの？で、おいで、こんな感じ。うわ、狭っ。なんか変わった感じですね。駐車定期券、桜木駐車場。桜木駐車場で返す予定なんで、これっすね。これを使って返せばいいのかな。充電プラグってのがあるの？ようわからんな。充電プラグ？充電をされて、充電プラグなんて刺さってないね。もう、これ。よいしょ。もしかしてワンペダルのやつ？これ、運転仕方わかんねえ。どっかに説明書とかないの？アクセル。これは？鍵がここにあって、ここに。あ、なんかついた。これで。サイドブレーキ抜いてドライブにして、ニュートラルするとニュートラル。ドライブ。シートベルトつけてね。シートベルトもつけて、うわ、これは難しいな。一回目、すげえ戸惑うね。ウィンカー。難しい。うわ、全然運転できないんだけど。
これ車の運転というよりもなんか全然違うものだな。難しすぎる。何が難しいかっていうと、ハンドルのところにアクセルがあるせいで、アクセルを引いたまま、ハンドル切るのがえらい難しい。なんでこんな仕組みにしたんだろう。足元にアクセルペダル置けなかったのか。クソ難易度なんだけど。ん？しかも、加減速の感触も全然わかんない。なんだこれ。ああ、これ行動走るの勇気がいるおもちゃだな。ん？なんで加速しなくなるの時々。ちょっと、うわー怖っ。狭いのはまあいいんだけど、ペダルの位置も合うんですよね。ここにハンドルについてるめちゃめちゃ難しい。何キロ出てるんだろう。だからブレーキだけは体に馴染んでる足のブレーキペダルだったらいいけど、手でやるペダル、ペダルのアクセルめちゃめちゃ難しい。慣れっちゃ慣れか。さすがに、こんだけ走ってると、だいぶ慣れてきた。なんか時々、ペダル引いても、思った加速しなかったりするときは、なんだろう。なんかの安全装置とか働くのかな。レンタカーのつもりで借りてるけど、レンタカーじゃねえや、これは。なんか、ゴーカート的なやつを、乗る、レンタルする感じなんで。操作感まで全然車っぽくないとは思わなかった。あ、また。そしたら、この、アクセル引いても加速しないときはあるの、ほんと怖っ。ん？そしてまた、わけわかんないことが起きたぞ。なんで今、前の蓋が開いたの？突然前の、蓋が開いたんだけど、まさか故障率高かったりしてないだろうなって。で、見えっかな、前のところの蓋が今パタパカッと開いたんだけど、ボンネットと言っていいのかな、ボンネットのところにある広い道に出たんで、今45キロぐらい出てる。なんか俺バイパスとか出る気にはなんないか。不思議な感じですね。ながらアクセルを手で引っ張るのが、あ、そしてほらまた加速しなくなった。何これ、時々加速しなくなるんだよこれ。アクセル引いてても恐ろしい。俺は無事大宮までつけるんだろうか。なんかよくわかんない保険オプションみたいの300円払って入るのにしてみたんだけど、入ってよかったのこれ。こんな怖いんじゃ。
あ、まただ。なんだ、この加速しなくなるの何言ったよ。アクセルのパネル引いても加速しない時あるんだけど、まただ。何言ったよこれ。超気持ち悪い。慣れてないからっていうだけじゃなくて、挙動が安心感のない挙動するのが怖い。またほら、また加速しなかった。なんだこれ、何これ、時々加速しなくなるの。本当に気持ち悪いな。別にサイドブレーキが引っかかってるわけでもないよな。ブレーキだけが本当に安心して効くことだけが頼りだな。加速は本当に不安定。回生ブレーキ関連かもしれない。回生ブレーキは効き始めた後に加速しなくなる？そんな気もするな。なんか、ちょっと減速し始めた後に加速しようとしたら加速しないパターンが多い気がするな。まただ。なんかしないときあるんだけど、まただ。悪い運転感覚。あ、また加速しなくなった。なんだろう、本当に減速し始めた時にアクセル引いてもパネル全然加速しない時がある。気色悪。40キロ超えた。トルクはあるから加速はエンジンシャットそんなに変わらない。最高速は何キロ出るのか知らないけど、40キロ超えると加速がすごい悪くなる感じがある。40キロあたりから辛くなる感じだな。40キロ制限の道で40キロ以下で走る分にはまあそんなに困んないか。で、40キロちょっとぐらいまで周りが流れてる時についていこうとしても結構辛くなる感じはある。出なくはないけど、なんか気楽に出てる感じはない。どのぐらい映ってんだろうな、 DJ ポケットで。一応運転席手元とあっちが前方がそこそこ映ってればいいんだけど、慣れて、行動じゃなければ慣れるまで遊んでとかできるんだけど、行動でだからな、この加減速が自分の思った感じで加減速しないというぐらい、加減速のレスポンスが想定と違ってることが結構ある感じ。車ってアクセルをちょっとでも踏んだら、ちょっと踏んだ分に対するレスポンスが正しく返ってきてくれないと、なんか故障じゃねえのと思っちゃうんだけど、俺のこの、なんだ、アクセルスイッチ入れても、どう見ても減速してる状態になったりとかするのが超気持ち悪い。値段っていくらだったかな、これ。まあ、1000円とかかかりそうな気がする、この調子だと。渋滞してるし。時間貸しだよね。なるんだ。ああ、ちなみに、サスペンションも結構チープっぽいね。なんか、この17号別にそんなに路面悪いと思わないけど、かなり細かい凹凸を拾ってガタガタ言うし、あと、剛性が足りないからかなんかこう、あ、また加速しない。また加速しなかった。ほんと気持ち悪い。これ後ろの車とか大丈夫だろうな。この行くと思ったところで行かないのって、見切り発車的なことやるとぶつかりそうになるよな。日常的に車、うわ、まだ加速しねえ。日常的に車とかバイクとか運転してる人間でこんなに怖いってどういうこっちゃとかね。不良品じゃないんだよね、これ。意図してんだよね、このアクセルが反応しなくなるの。
前の蓋が開いたことに関してもなんか、おお、すげえ、ただのちっちゃい段差がこんなに。ハンドルもえらい硬いのに、ね。お、また加速しなくなった。また加速しなくなった。なんだこれ。なんで加速しなくなるのこれ。バッテリー残量そのほどあるのに加速しなくなる理由がわからん。また。なんでこれ言ったの。なんだ加速しなくなったこれ。怖いな、本当に。後ろの車怖いだろうな。この車が、わけわかんない減速するもんな、さっきから。ちゃんと動くときは動く。動かね、やっぱりこの、ちゃんと動くとき、生地動くからこそ、アクセルが反応しないときの理由が分かんなくて怖い。慣れては来てるけど、怖さは変わらねえ。信用できないから。近所一周して戻ってくる程度の可愛いテストにすればよかった。実験エリア、埼玉市内ぐらいしか対応してなくて狭いなと思ったけど、これはそんなもんじゃなきゃ無理だわ。長距離とか超怖い、こんなんで。返せる、大宮は最寄りで返せる駐車場が桜木駐車場だったんで、そっちまで行って歩いてウィンザーまで行かなきゃいけない。また加速してね、気持ち悪い。なんだろうな、このアクセルをギュッて引いても逆に減速していくこの怖さ。早くこの車降りたいですね。怖くて長く乗ってたくない。とにかくアクセルのレスポンスの納得感のなさ、加速しない、減速する、ノート E パワーとかもすればワンペダルの電気自動車だけど、あれもやっぱりこれ最初のうちこんな風に怖いのかな。さすがでもあれは正式に販売されてる車だから普通の車みたいに運転はできるんだろうか。1時間ぐらい乗っちゃってるかな、まだ。12時ぐらいに乗り始めて48分今。バッテリー容量はすげえあるんだな。1時間ぐらい、まあほぼ距離は走ってないけど、1時間ぐらい乗ってても、一応エアコンもオンにしてるけど、フル、バッテリーフルから減っていってる感じがない。あとは桜木町の駐車場がどのぐらい空いてるかだな。これ、あ、アクセル踏もうとした。アクセルは手で引くんだった。いやー、怖い車だけど、だいぶ慣れてきたから、よっぽどスタートエンドの場所がいい場所で、だったら使うことはありえなくはないかな。ここまで来れた限りはこのアクセルのレスポンス気色悪い問題はあったとしても走れなくはないって感じはある。ふう、駐車場の最寄りまではたどり着いた。ちゃんと返却できるかどうかだね。また加速しない、気色ある。ここ？あ、また加速しない。どうすればいいんだ？
これか。また細くしなかった。着っぱなしになってんの？これ開けた？これ携帯取りますと、携帯取ってで、返却1、鍵はボックスに入れました。ライト窓は閉め切りました。ました。看板ね。看板。よし。充電プラグはない。OK。やっぱ充電のやつが勝手に書いたのか。お手軽パックで1時間3分、利用金額1000円、安心保証プラン300円で、消費1300円、消費税出して1430円でした。こんな感じです。